にちは、フラワーです。今日はこのカンガルーポー、ちょっとおしゃれだし、このカンガルーポーね、このおしゃれなカンガルーポーとこのプロティアのフラワーアレンジメントを皆さんにお届けいたします。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、では今日はね、こちらの器にアレンジをしていきます。まず最初にこのレネゾーンというこちらのね、刃物を入れていきます。はい、レネゾーンが入りました。で次に早速このプロティアを入れていきたいと思います。はい、このような感じです。はい、次にこのアリウムのね、アリアムを入れていきます。これね、まあかっこいいんですけど、これ超ね、ネギ臭いんですよ。まあネギラーメンが好きな人だったら、ネギラーメン好きな人だったらいけるんじゃないかなと思いますけど、ネギラーメン嫌いな人だとちょっときついかもね。結構ネギ臭いっすよ。そしたらここで、ファンデーションワークを行っていきます。レザーリフファンです。じゃあここでアカドラスナを入れていきましょう。でこう葉っぱを丸めて、ホチキスで留めたら、こう根元にこのように刺していきますけれども、この丸めたものも適当にね、刺しちゃう人いるんですよ。それはね、ダメです。でこの丸めてもこう方向性あるんで、それをこうきっちりと整えて、このように刺していきます。はい、次にこちらエレンジウムを入れていきます。でここでカンガルーポーを入れていきます。では最後にこちら赤バラを添えて終わりにしたいと思います。はい、こちらで終了です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。なかなかこうかっこいいフォルムに出来上がってますよね。カンガルーポーって割と飾り的には難しいです。カットの方法が難しいですね。なのでまあ、もったいないと思ってボサボサついたまま使うとやぼったアレンジになってしまうんで、まあ、こういう飾りの場合はちょっとこう思い切ったカットをしていくのがアレンジメントの成功のコツだと思います。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.